サイテーション I, I, SP セスナ500サイテーション I は、カンザス州ウィチタのセスナヤクラフトカンパニーが生産する小型のビジネスジェットであり、ターボファンを動力とする最初のモデルである。サイテーション I は、セスナサイテーションシリーズの基盤となった。サイテーション I, SP は、パイロットを一人にした、派生機である。1968年10月、 セスナはライバルとは異なり、既存のビジネスジェット市場ではなく、より小規模な飛行場での運用に向く、小型から中型の総発ターボプロップ機市場で競争することを目的に8座席のビジネスジェットを生産する計画を発表した。プロトタイプ機の初飛行は1年も経たない1969年9月15日に行われ、その後ファンジェット500と名付けられた。 セスナ500サイテーションオランダの外務大臣が、登場エプロンでの姿予定よりも長くかかった飛行試験計画の最中、サイテーション500という名前が試行的に付けられ、いくつかの設計変更が行われた。その後、完成した航空機は、サイテーションという名前でお披露目され、1971年9月に FAA の形式証明を受けた。この機は、 T-37 ツイートという総発のジェット練習機での経験を踏まえて2機のフラットホイット2ー製 JT15D-1 ターボファンエンジンを動力にしている。ターボジェットの代わりにターボファンを後退翼の代わりに直線翼を用いたことで他のビジネスジェットに比べてスピードは遅くなった。そのためリアジェットの営業マンは後方からのバードストライクに弱い。 ニアジェットと馬鹿にした。セスナはサラブレットにちなんでサイテーションと解明したがスロートションとのあだ名が付けられた。1976年市場の圧力を受けて複数の改良が加えられた。その改良には翼を13.4メートルから14.4メートルへ伸ばしたことや最大操縦量の増加、より短い滑走路に降りられる逆水力装置などがある。 これらの改良とともに、サイテーションアイという名前が付けられた。モデル500の生産が1985年に終了するまでに377機が生産された。サイテーションアイは、リアジェットと同様に2人の乗員を必要としていた。しかしサイテーションは、パイロット1人で飛行できる、総発ターボプロップ機と市場で競合するため、パイロットが2人必要という規制に、 市場拡大を邪魔されていた。セスナの解決策は、モデル501サイテーションアイ、SP であった。この機は、パイロット一人で操縦できる認証を受けており、SP は、シングルパイロットの頭文字である。最初の機体は1977年前半に引き渡され、1985年に生産が終了するまでに312機が生産された。出展。 ジェーンズシビルミリタリーエアクラフトアップグレーズ1994から95初年性能関連する開発。ありがとうございます。